アンミ・フィリップスは19世紀前半のアメリカ合衆国の肖像画家である。50年ほどにわたってコネチカとマサチューセッツ、ニューヨークで活躍した没後忘れられた画家になっていたが20世紀の初めに民族学者、コレクターによって再発見され、その生涯作品が研究された。アンミ・フィリップス作、少女と犬と 猫アメリカンフォークアート博物館コネチカット州のリッチフィールド群のコールブルックに生まれた美術をどのように学んだかは不明である独学の画家とされ画家を職業として活動していたことは21歳の時にマサチューセッツの新聞に肖像画家として広告を出し注文を取っていた記録が残っていたことから知られているはじめは 装飾画も得意であると広告していたが、肖像画の専門になった。当時の地方の人々を満足させる技術を有していたので、2年ほどの間にマサチューセッツ西部の街の有力者から注文を受けるようになった。同時代の独学で画家になったウエストやコプリーといった画家がフィラデルフィアやボストンなどの都市で活動し、有名になったのに対して田舎町に住み続けた。 田舎町からの注文は少ないので、マサチューセッツ、コネチカットなどの町を旅する生活を続けた。1865年に72歳で、マサチューセッツ州で亡くなった。フィリップスが再評価されるようになったのは1924年からで、コネチカット州県トの骨董市に何点かの、作者不明の女性の肖像画が展示されてからで、1940年以降に、 コネチカットとニューヨークの宗教地域で何点かの肖像画が見つかり、1958年になってバーバラ・ホールドリッチとラリー・ホールドリッチらの研究で、これらの作品がフィリップの作品とされた。1968年にアメリカンフォークアート博物館でフィリップスの展覧会が開かれた。作品の価値が評価され、1976年までに、 約400点の作品がフィリップスのものとして発見された。ありがとうございます。